ところに石のテーブルが、しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それとここを帝君が借りた。帝君って、もしかして元王帝君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら、仙人の好物を作れば、あの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも、仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない。周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に几帳面だな。ここで誰かが料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか？使い残しの食材がある。金魚草、蓮の花く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。
ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か。肉類と小麦粉を使う料理か。あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか。肉類と小麦粉だけを使う料理、どんな料理だろうな。